んたも血の匂いがするな。ベネツィア映画祭で銀獅子賞を取ったザトウイチ。この映画にたけしが抜擢した俳優浅野忠信は、今映画界から引っ張りだこの日本を代表する俳優だ。ベネツィア映画祭では実験映画が大賞のコントロコレンテ部門で主演男優賞を受賞。その活動は映画だけにとどまらず、絵や音楽の世界でも才能を開花。中を出版し、昨年は初の個展を開催。さらに今年映画を初監督。長年温め続けていたアイデアを映像化。テーマは鳥。一体どんな作品を完成させたのか。20世紀最高のバレエダンサージョルジュ・ドンの再来と言われ、ここ数年数々の雑誌やメディアで取り上げられてきたバレエ界のスター。昨年はトニー賞受賞の異色のバレエ作品 AMP 版白鳥の湖で日本人として主役に抜擢される。世界的な振付家が首藤を絶賛。次々と主役に起用。紛れもなく彼は日本を代表するバレエダンサーだ。そんな首藤に浅野忠信もぞっこん。今日の誰でもピカソは、話題の2人の男がコラボ、一体どんな作品を生み出したのか。たけしの誰でもピカソ、Good Times with Art。 はい、はい、はい、今日はすごいですね、2人。浅野君と首藤さん、はい、僕と熊さん、今日は休憩ですね、本当に。かっこいい2人が。すごいですね。あの体見た？見ました、彫刻みたいに、ね、かっこよかった。またテンション上がってるやつ。ちょっと今日ふつふつとテンション上がってますけれども、今日はお二人の魅力をたっぷりと堪能していただきます、はいはい、それでは早速登場していただきましょう。俳優アーティストとしても活躍する浅野さん、そして注目のバレエダンサーの首藤康之さんです。お願いします。よろしくお願いします。浅野君もパッと見たらバレエダンサーに見えるね。いやそうですか。背がいいもの出てきて、そうですね、サーッとなってるから。私もなんか一緒はね。今回映画監督初挑戦ということだったんですけども、いかがでしたか、初めての監督は。いやもうすごく面白かったですね。でも監督やるとあれでしょ、はい、面白いって言ってたら、多分ね、監督が面白いってことはね、スタッフが腹立ってると思います。そう、俺の場合はあのスタッフがほら、逆に言えば励ましてくれるから、もう一回撮りましょうって。そうなんですか。監督頼むからもう一回撮ってって、なんで言ったら、ちょっと撮ってないとこあるんですよって言うから、やだなって言いながら、これ撮った。たけしさん最初…逆じゃないですか。ね、最初楽しくなかったんですか。楽しくない、わかんないんだもん、だって。いや何撮ってるかわかんないんだよね。そうですね。その初監督作品に映画初出演をっていう首藤さん、はいはい、いかがでしたか、映画。そうですね、もう本当に素敵な経験させていただいて。でもやってる人、2回も3回も踊ってくれって言われます。申し訳ないです。カメラ位置変えてさ、まず押さえね、すいません、より行きますとか、また踊るのかいと思うんだね。同じダンス、十何回ぐらい。十何回かも楽しかったですね。普通の本番ではない感覚だったので、またたっぷり後ほど伺いたいと思いますが、うん、まずはちょっとこちらの写真をご覧ください。見ていただくのはこのボレロという作品なんですけれども、はい、このボレロというのはどういった作品なんでしょう。モーリス・ラヴェル あのボレロっていう曲あるんですけど、それをフランスの振付家のモーリス・ベジャールさんっていう方が振り付けた作品です、はい、独特のリズムとメロディーが印象的なラヴェルの代表作ボレロ。その名曲をバレエ作品として完成させたのが振付家モーリス。実は彼がこの作品を踊るのを許可しているのは世界でもわずか数人。首藤はその選ばれしダンサーの一人なのです。壇上で踊る人はメロディ、周りの群舞はリズム。つまりこの踊りは同じリズムとメロディを繰り返すという音楽そのものを表現しているのです。それだけにメロディを一人で踊る首藤には技術のみならず、舞台に立つだけで人を引きつける外見、存在感、情感が求められるのです。
後はじゃね、多分こんな感じ、あの誕生日ケーキのイチゴみたいな。なぜと偉いイチゴですね。いや漢字がね。あ、漢字がね。ぴったり合うな。あの周りのあの振り付けの人があの踊りを振り付けるわけ。もちろんです。はい、ね。なんかあの周りして大変だな。はあ、これ一人で落とさなダメなんですね。でも、そうですね。あれはでも台の上、台の上一人はちょっとねえ。俺だったらイチゴの被り物しちゃうな。すごいね。これは筋力トレーニングしてるんですか。はい、いえ、ほとんどダンスだけしてない。ダンスじゃあ逆になんか余分な筋肉をつけるより逆に落としていくという感じですね。はい、削ぎ落としていくと。あれ踊りだけであんな体になっちゃうんだね。ですよ。あと食事とかもどうしてるの。食べたいもん食べれないでしょ。いや、食事はほとんど気をつけてないです。もう何もほんまですか。たくさんなるべく食べて。毎日ささみじゃないんですか。ちょっと間違えてるそれが。マジで。モーリス・ベジャール作、中国の不思議な役人。1930年代の暗黒街を舞台にしたこの作品で、主刀の情熱的な踊りは狂気すら感じさせる。見る者すべてを引き込む主刀の世界。開演の5時間半前、誰もいない劇場ですでに主刀のウォーミングアップは始まっていた。普通だったらクラスの10分とか15分前ぐらいに来て柔軟するんですけど、僕はもう1時間半ぐらいこうやってゆっくりかけてやんないと怪我をすぐしてしまう。ウォーミングアップの後はバー。この日も劇場の舞台の上には仮設のバーが設置され、本番前のレッスンが始まった。世界中のどんなバレエダンサーも本番直前までバーの前に立つ。すでに舞台が始まっているかのように美しい。主刀は言う。バレエには言葉がない。だからダンサーは体で語るしかない。その代わり体の表現に限界はないと。バレエダンサー主刀康之、彼は1971年大分の実業家の家庭に生まれた。小さい頃から舞台を見るのが好きだった彼は9歳の時バレエを始める。11歳の時、すでにショービジネスの世界で生きていくことを決意していた彼はブロードウェイに行きたいと両親に告げ、なんとたった一人でニューヨークをミュージカルやバレエの公演を楽しむ。バレエの世界で生き抜く決心をした主刀は高校をわずか4日で辞めるといきなり上京。15歳の時東京バレエ団に入団。19歳で眠れる森の美女の王子役でデビュー。2年後のロシア大喝采を浴びるなどめきめきと頭角を現し、世界的にも注目され始める。そんな彼のもとに運命的な人物が現れる。モーリス・ベジャール、ボレロ、春の祭典などの作品がある世界最高の振付家の一人だ。ベジャールっていうのは、まあ僕のダンス感をもう完全に変えてくれた人であって、古典的なクラシックから一転、肉体を武器に人間臭さを前面に押し出した作品を踊る主刀。ベジャールの振り付けで主刀はさらなる高い評価を受けることになる。元ベジャンの小林は言う。感情的になりやすいというか、それが前面にわーっと押し出されるっていう、まあ一種のオーラだと思うんですけど、舞台で爆発できる人です。